マーク68放射撃式装置はアメリカ海軍が開発した艦砲用の放射撃式装置。第二次世界大戦中、アメリカ海軍では両用砲用の GFCS としてマーク37砲位板を用いたシステムを広く配備していた。射撃計算機としては従来は機械式計算機である射撃板が用いられていたのに対しアナログコンピュータを使うように 再設計したマーク1射撃式コンピュータを採用した。また追尾レーダーとして、当初は L バンドのマーク4、出力増強型のマーク12、ついで X バンドのマーク25が用いられていた。これをもとに射撃式コンピュータをデジタルコンピュータのマーク47に、また下記完成レーダーを AN-SPG-53 に更新した。 全面改良型として開発されたのが本機である。本機はマーク425インチ単装速射砲と組み合わされて1970年代中盤までに建造されたアメリカ海軍の主力艦の多くに搭載されることとなった。マーク42砲とマーク 68GFCS を組み合わせた場合、中高度、中速直進目標に対する対空有効射程が 約5000ヤード、発射弾数20発時の有効弾確率が約5%とされていた。その後、捜索中追尾能力と海軍戦術情報システムとの連接に対応した新型機としてマーク86が開発され、1974年2月収益のカリフォルニア急原子力ミサイル巡洋艦以降では、こちらが採用されるようになっていった。ありがとうございます。